ここが私のお墓。どうしても一度見てみたかったけど、やっぱり変な気分。自分のお墓が目の前にあるなんて。ここの絵さん、少しの間だけ一人になってもいい？考えたいんだ。世界のことやみんなのこと。向こうで待っている。もし何かあればすぐに呼ぶんだぞ。いいな？うん。わがまま言っちゃってごめんなさい。それから勝手にいなくなるなよ。絶対にだ。私は一人でお前を探し出す自信はないからな。それってどういう意味？自覚してなかったのか。私に何ができるのかはわからないけど、でも私は私の役目を果たすだけだよね。お姉ちゃんみたいに一人で何でもできるわけじゃないし。うん、頑張ろう。誰？なぜそちがここにおる？姉ちゃん。ずれた。いや、もしや引き寄せられたのか。転移せよ、ファントム。じゃあやっぱりあれは。セリカ、無事か？先ほどの気配は何だ？ここで何があった？あ、ここの絵さん。しっかりしろ。一体どうしたんだ？よくわからないけど。バカな。ではまさか、帝がこの場にいたとでも言うのか？だがなぜ、何の目的があってここへ来たのだ？くそ、何にせよ、セリカの存在を知られたと見るべきか。計算違いもいいとこだ。ごめんなさい、私。気にするな、お前に責任はない。それよりも、ここを離れるぞ。これ以上の厄介事は避けたい。うん。あれは本当にお姉ちゃんだったの？あ？なんだってこんな場所に転移してんだよ、ウサギ。おい、用があるわけじゃないんだろ？だったらさっさと。うるさいわね。少し黙りなさい、ゴミ虫。へいへい。なんだってんだよ、カリカリしやがって。この場の異常。ん？マジでどうした？なんか顔色悪くねえか？まさか多重干渉？そんな。多重干渉？なんだそりゃ。ここで何かあったのか？今のあなたは知らなくてもいいことよ、ラグナ。あ？そりゃどういう意味だ。それよりお墓参りは済んだの？あなたにはあなたのやることがあるのではなくて？
いやまあ俺も考えるところがあって。グズね。だからあなたはダメなのよ。言われなくては行動できない。まったく子供ね。哀れな下僕。私自ら手を引いてあげる必要があるのかしら。んだとてめえ、俺にもいろいろあるっつってんだろ。だからそのなんだ。まあいいわ、もう行きましょう。ここは気分のいい場所ではないわ。奇遇だな、俺もだよ。またね。釜の解放は予定通りに進んでいる。あとはそこで精錬すべきものをいかにして集めるかだな。やはりあれが必要か。櫛灘の楔が。帝か。行くのか。行かざるを得ぬ。マスターユニットからの干渉が思ったよりも強いのでな。それほどか。それほどだ。高間ヶ原システムを使う。なるほど、承知した。しばし世に付き合うてもらうぞ。イグニス。よく見ておけ。いずれ役に立つ。あなたはご自身の立場を理解しているのですか？そう大きな声を出すな。これでも耳はいいんだ、人間よりはな。どうも分かっていないようですね。あなたはあちこちで追われている身なんです。そんな輩を神楽様はかくまっているのですよ。その状況下でよくもそんな勝手ができますね。あなたには常識というものがないのですか？あいにく常識というやつが嫌いでな。あの響さん、ごめんなさい。私が外に出たいって言い出したから。ここの絵さんはただ私を連れ出してくれただけで。もはやそういう問題ではありません。ここの絵博士、規律は守っていただかなくては困ります。やれやれ真面目なやつだ。では私が頭を下げれば満足か？その態度が常識がないと言っているんです。ああほらほら、もうそのぐらいにしとけって。二人とも無事に戻ったんだから、その辺でいいだろう。神楽様も神楽様です。え、俺？どうしてそうホイホイと外出許可を出してしまうのです。何かあってからでは遅いんですよ。やべえ、矛先がこっちに向きやがったか。聞いているのですか？いつもこうなのか？まあ時々な。時間が経てばクールダウンするはずだが。そうか、
幸い矛先も移ったようだ。あとは任せたぞ。やれやれ、生真面目な副官だとは聞いていたが、あんなのが終始隣にいたら私なら耐えられんな。でもいい人だよね、響さん。みんなのことも私たちのことも心配してくれてたし。そうだな、確かに神楽にはもったいないほど優秀なようだ。これはうまい。用意したのは響か。私の好みまで詳しく調べているな。やっぱりいい人だね。そうだな。これは鑑賞？まさか。ここの絵さん、なんか鳴ってるよ。何？いや、気にするな。それより体調に変化はないか？特に問題ないと思うけど。そうか、ならいい。あれ、ここの絵博士？ん？お久しぶりです。博士もヤビコに来てたんですね。着いたか、誠。予定より遅かったな。いや、少し前に着いてたんですけどね。ちょっと暗い牢でひもじい思いを。よくわからんが、テイガーとノエルはどうした？ノエルは念のため医務室で検査するらしくて、テイガーさんはその付き添いで。そうか、ともあれ無事に着いたなら何よりだ。あれ、ドル？はじめましてだよね。あたし、マコトナナヤ、よろしくね。はじめまして。私、セリカ・エ・マーキュリーです。へぇ、セリカって言うんだ。私のことは、マコトでいいよ。よろしくね、セリカちゃん。うん。こちらこそよろしく、マコトちゃん。ちょうどいい、マコト。セリカに施設の案内をしてやってくれ。私は用事ができた。それはいいんですけど、私も来たばっかでよく知らないって言っちゃった。ここの絵さん、やっぱり何かあったのかな。まあ、あの人もよくわからない人だからね。そうそう、誠、一つ言い忘れていた。うわ、いつの間に。セリカから絶対に目を離すなよ。そんなに重要人物なんですか？いや、恐ろしいまでの方向音痴だからだ。見失うなよ。3秒で消えるぞ。了解。マコトちゃん、早く早く。ちょっと、あたしから離れないで。セリカやれやれ、しばらくは騒がしくなりそうだ。そういえば昔もこんな感じだったか。